男子が語れるところほど女子受けしてないですよね。これ似合う似合わへんでね、簡単に見分ける方法があって、スタッフとして来てもらえたらね嬉しいかなと思いますので、ぜひ。はい、本日はですね、僕の視聴者さんに聞いた今まで女子受けが悪かった今どれかということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日インスタグラムでこんな投稿しました。過去に女子受けが悪かったアイテムって何かありますかというとですね、皆様にずらーっと教えてもらって、実際着用した上で女子ってひどいこと言うでしょ。ほんまにね、こっちの思うわけとか関係なく、それ変やねんけどとかね、それなんでそんな着てんのとかって普通に平気な腰言ってくるってことでね、よくありますけどね、一番の敵が一番近くにいつだっていうね、一緒にデート行ってんのになんでその辺なんか服着てんのとか、なんかそれダサいでとかって平気なこと言われてるのでね、まあそれをちょっと言われたらズキって男はしてね、ええねえねえとか言いながらも、まあ、これあかんのかちょっと考え直そうかなとかって思ったりするじゃないですか。だからこの動画を見てですね、あ、これ女子受け悪い人もいてたんだっていうことで、お伝えしていきたいなと思います。あのアイテム名がね具体的に出てるやつもあるんですけど、ただ人によってこれは違うので、実は体型とか顔の形によってやっぱ変わってくるんですよ。だからまず早速お話していくとですね、まず出てきたっていうのがやっぱタイトめのパンツですね。もうピチピチのやつが非常に評判が悪いです。まあこれ黒パンやけど、Gパンとかでもこういうピチピチのやつとか、まあ要はスキニーってことですよね。でスキニーもどこからがスキニーって話になんねんけども、まあこういう感じでちょっと裾に余裕があるタイプはスキニーっぽく見えへんけど、これ一回履きますけどやっぱパツパツなるんですよね。一回ちょっと履きますね。はい、とまあこんな感じでね、ここやっぱね、どうです、ふくらはぎより下もパツパツやったらちょっと変ですよね。でこれが20代の子がしてたらまだいいんかもしれないけども、もう30超えてくるとちょっときつくなってくる。もうめちゃくちゃ若作りしてる感が出てくるのでね、まあ、僕ちょうど33歳なんで、まあ、若作り感してると思いますけども、ちょっとまあ女子受けしづらいような感じになるかなと思います。じゃあ足長いのどうやって履いたらいいのか、足長いパンツ見せたいんやけどっていう場合は、まあ、基本的にこの辺とか多少タイトでもいいんやけど、やっぱここら辺に少し余裕があるというか、このパンツ思いっきりこうヒャーって尖っていってるんですよね。だからもうちょっとここからまっすぐになってるような感じになれば、もうちょっと余裕出てくると思うんですよ。足ってここら辺、太ももは太いけどふくらはぎとかって細なってるじゃないですか。だから普通に落ちていくと思うんだけど、ふくらはぎに向けてキューンってこうテーパーがかかってるのがちょっとね、厳しくなってくるんじゃないかなということですが、まあ女子受けが悪かったという素直な引きをね、教えていただきました。で次にね、あったのっていうのがババーって紹介していきますけども、ショーツ系も出てきましたね。ショーツ系何かというと、こういったバギーズショーツ、バギーズロングは入ってるんですけど、バギーズショーツとか、あとこのノースフェイスのバーサタイルショーツ、このあたりもちょこっと入ってましたけど、一回履きましょうか。はい、とまあこんな感じですね。まあ、バギーズショーツもね、多分丈の短さの話をしてるんだと思うんですよ。だから丈がちょっとこう上がってくるとキモいかなっていう感じでね、これ同性から見ててもキモいと思うんですけど、まあ、次バーサタイルショーツもね、同じく多分丈の短さなんですけど、このあたりだったらね、まあまあまあまだ許せんことないけど、もうちょい上で履いちゃうともう絶対領域入ってくるのでね、キモい感じが出てくると思うんですけども、まあそういったショーツもちょこちょこと出ておりました。今回ちょうど良かったのが春にアンケートを取ってるでしょ。だから冬物も出てくるし、さらに夏物も出てくるんだけど、それ以外何があったかっていうと、やっぱね、軍物が多かったけど、モッツコートとか、あとカモフラ柄の、軍パンとかっていうのもね、女子受け悪いアイテムとして入っておりました。でまあこのあたりはなんか去年とかもやったアンケートとかでもやっぱり悪かったんですよ。だからミリタリー系ってどうしてもなんか女子は可愛いとかっていう割には、実際着てみたら、あれなんかちょっとちゃうな、そんなんデートに着てこんといてって言われるようなアイテムになってるんかなと思いますので、そういうミリタリー系はねちょっと印象が悪いみたいです。ただでもね、これもね、似合う人は似合うじゃないですか、ね、似合わない人は似合わないじゃないですか。これ似合う似合わないんでね、簡単に見分ける方法があって、こっちの図見てもらったら分かる通り、上に行けば行くほど子供っぽい顔になってる人で、下に行けば行くほど大人っぽい顔になってるじゃないですか。これ顔タイプって言うんですよ。でこの顔タイプの中でも自分がどこにいてるかが分かれば結構着こなせれるんですけど、例えば大人顔で直線の人ってエグザイルの淳さんとかがこういうの来たらもうガチもんじゃないですか。あとなんか長渕剛さんとかこんな来たらほんまに米軍に入ったんかなと思ったりするんやけど、逆に子供顔の桜井翔さんとかね、あと千葉雄大さんとかがこういうの来たら、あえておしゃれで着てるんやっていうギャップ感が出てきたりするので、大人顔の方っていうのはちょっとミリタリーしちゃうと、もうもろに寄っちゃうというかね、もろにその軍隊感が出ちゃうので、下の大人顔、僕もね実はエレガントっていう大人顔の中のウェーブのかかってる寄りなんですけど、そういう人とかがこういうの着ちゃうと、まあ悪くはないんやけども、よりこう可愛らしく着たいとかってなったら、フリースってこうやってか可愛い印象のものなんで、そういうのとかはやっぱり子供顔の人の方が得意やったりとか良かったりするというのが一般的には言われたりはしてます。で逆にね、下っ側の人、大人顔の人ってレザーとかめちゃくちゃ相性いいんですよ。だからレザージャケットとかはもう下の人が着るとかっこいいけども、なんか上の人が着ると着られてる感があるというかね、ちょっとあんまり合ってないっていう感じで、スーツとかもそうですよね。スーツも下の大人顔の人が着るとめちゃくちゃバシッと決まるけど、上のさっき言ってた千葉雄大さんとかもそうやし、あと爆笑問題の
の田中さんとかが来たら七五三みたいになるじゃないですか。やっぱ子供顔の人ってあんまスーツとか似合いづらいんやけども、まあ、そういったことで自分の顔がどのあたりに似てるんか、どういう風に見られてるんかっていうのさえ分かってればね、結構何を着るかっていうのが分かったりはするんですけども、そういったことで、まあでもとにかくミリタリー系はおそらく着てた人が悪かったっていうか、ちょっとイメージと合わない人が着ちゃったんかなという風に思います。まあ、ショーツに関しては完全に丈やと思いますけどね、そういった印象があったりだとか、あと次はね、これも多かったんがね、財布とパンツズボンをこうつなぐチェーンのなんかやつあるじゃないですか、あのロックみたいな感じのやつ、あれってね、男の人同士からしたらかっこいいなとか、ちょっとなんかイケてるロックみたいな感じするんやけども、女子受けがとにかく悪かったみたいで、やっぱその意見がちょっと出てきました。財布のチェーンとか、銀色のチェーンとか、つないでるチェーンとかっていっぱい結構出てきたんやけども、やっぱそのあたりはちょっと印象が悪いで、それ以外にも、柄の入ってるロゴ味の主張が強い T シャツ、まあこれもそうですよね、思いっきり主張なんか思考を出してきてますよね。これってね、南極大陸に行った時の写真なんやけども、そんなん誰が見たいんで、日中誰がそんな南極大陸に苦労した状況を見たいやつがおんのって思ったりするけども、こんなんて思いっきり主張を見せられてるじゃないですか。だからそんなんはあんまりっていう方がね多かったんで、やっぱり無地とか、シンプルな方が女性は好きっていうのは、まあ、今に始まったことじゃないんですけども、そういった意見が多かったと。でそれ以外にもですね、ドクロの、絵が描いているスカジャンとかね、まあ、ドクロの絵が描いている T シャツとかっていうね、やっぱりロックによるのがあんまり女子好きじゃないんでしょうね。だから分野としてはかっこいい分野なんやけども、女子受けはあんまりしづらいっていうか、だからロックが好きな女子からしたら受けるやるけども、一般的な女子からしたらあんまりそのドクロとか、チェーンジャラジャラとか、パツパツのパンツとか、そういうのはあんまり好きじゃない方が多いと。でレザーのライダースもそうですね、レザーのライダースも完全にさっき言ってた大人顔のクールエグザレのアツシさんとか、あとそれ以外にはあと、まあ今市隆二さんとかね、まあエグザイル系の人らってここクールの人非常に多いんやけども、そういう人らとレザーってめちゃくちゃ相性いいじゃないですか。やけど、まあ逆にやりすぎるとちょっと怖くなるっていう印象はあったりするんですけども、そういうシングルジップのライダースとかもめちゃくちゃハマるような感じで、僕はどっちかというとエレガントなんで、あの村上慎吾さんとかね、関ジャニの村上慎吾さんとかとまあ同じような系統なんですけども、あとまあ加藤浩二さんとかね、あの設楽さんとかと同じような感じで朝の顔の人が多かったり、司会の人がちょっと多い顔してるんやけども、まあそういう人らはもうちょっとダブルのライダースとかもうちょっと顔を調和させてあげたらね、非常にいい感じになるかなということで、人の顔に合った洋服ってやっぱあるので、イメージがあるんですよ。あ優しそうとか、ちょっと怖そうとか、あ誠実そうとか、なんかチャラそうとかって、その顔の目の大きさとかバランスによって人間って無意識のうちに判断してるんですよね。だからそういうのに合わせていけばいいかなと思うんですが、まあ、アイテム単体でも出てたんがね、このコーチジャケット、コーチジャケットはね、業者のおじさん臭いということで、これは確かに言われたら分かるなと思ったんですけど、まあこんなジャケットを着てきてね、ここになんとか工務店って書いてたらね、あすいません、ちょっと見積もり来させてもらいましたっていう感じになるじゃないですか。だからまあコーチジャケットもちょっと確かに難しいかもしれないですよね。まあ、こういう時はもう思い切ってキャップかぶっちゃったりとか、ニット帽かぶったりした方がね、崩していった方が多分いいと思うんですけども、特にグレーのコーチジャケット着て黒のパンツなんか履いていったらね、完全に業者やから、誰がどう見てもあなんか水道の工事でも着たんですかってなるじゃないですか。なのでちょっとコーチジャケットは気をつけた方がいいよねっていうことで、女子受け悪いアイテムの中には入っておりました。であとそれ以外にはもちろんやっぱりいつまでできますけども、このバブアね、バブア自体は素晴らしいブランドでね、これは歴史を語れるブランドではあるんですけども、女子からすると歴史を語る前に服を脱げって言われるぐらい好まれないような、ね、ジャケットで、最近こういうの着てる女子もいてますけど、やっぱりある一定層だけですよね。そんな多くの人は着てないので、一番ダサいのはこれですかね、半ズボンにバブアって一番ダサいけども、まあ、そこはちょっと無視してください。まあ、どういうジャケットかってわからない人もいてはるから、これ見て、あこれバブアって言うんやっていうことでね、セレクトショップとかでよく置いてますけども、これね、まあ、5万ぐらいする5、6万するんかな。だけど、まあ、女子受けがしない、まあ、形的に見たら全然かっこいいやんと思ったりするけど、よう見たらやっぱオイルとかがあるから、なんかちょっとこれも作業着臭くないっていうような、ね、感じ でまたベトベトするんですよ。なので女子とかがこうひっついてきたりすると、ちょっとオイルつくよと、白い服着てたらオイルついちゃってもいいとかね、手ベトベトになってもいいとかね、車運転してたら車のシートがベチョベチョになっちゃってもいいって、まあ、ベチョベチョまでいかんけどちょっと汚れてもいいってなったりしたら、そんな服は着てこんといてと、違う服持ってるやろうと、なんでよりによってそんな変な服着てくんのっていう人もいてるぐらいなんで、バブア自体は素晴らしいジャケットなんですけども、まあ、人に、まあ、多くの女子はあんま好きじゃないかもしれない。これ見てもらったら男子が語れるところほど女子受けしないですよね。バブアもそうやし、あとミリタリー系もう語りたいところだらけないけども、こういうのはあんまり女子受けしないというところがね、分かっていただけたんじゃないかなと思います。そしてまあ他にもいろんなアイテムも出てきました。例えばダウンベストとかね、カナダグースっていうのも出てきてましたね。カナダグースおそらくまあみんなと被るからっていう意味なんかなとか、わ
からんけど、そんなこととか、あとヘリーハンセンのフィッシングベストとか、これ結構ピンポイントやな。やっぱちょっと釣りっぽい感じなんかな。でそれ以外にやったらね、カーハートの、タイガーカモ柄パンツっていうことで、そんなんがあったりだとか、あとシェルジャケット全般とかいうね、まあ、街中でデートする人からしたら、マウンテンパーカーとかシェル着てこられたら、え、今から登山でも行くんとか言って、ね、そんなんやりたないんやけどっていう人もいてるからね、まあ、それはしゃあないですよね。であとは次はモンクレールとかね、あとはそのナイキのモアテンっていうもうモコモコしたあのバッシュなんやけども、それもそんなもん履いてこんといてって思われるような感じなんで、まあ、男子だけの時に、男子だけの飲み会で履いていきましょう。でそれ以外にはね、ピアスとかね、ワッシュやないかい、これ完全ワッシュやないかいと。ピアスしかも両耳もワシつけたあるぞと、なんか昔ありましたよね、左耳だけつけたらいいんやけど右もつけるとお構えでとかって言われてしまうけども、まあ、僕はあんまその気にしないんで両耳つけてますけども、ワッシュやないかいということで、該当したものがあったら皆さんも言ってください、これワッシュやないかいって言ってくれたらいいんですけども、そんなんがあったりだとか、あとは結構細かいところになってるくらいけど、やっぱり脇のベンチレーションがついてるとかっていうのもやっぱり女子ってさっきこのアンケート見たら分かるけども、シンプルなのが結構好きじゃないですか。だからこうゴテゴテしだしたりこう機能がついてくるとあんまり好きじゃないのかもしれないんですけど、まあ、統計的にはねそんな感じがします。やっぱ柄がついてきたりとか、あとジップがついてきたりとか、あとなんかその機能面がついてくるとちょっとごちゃごちゃしてくるので、しれっとシンプルに機能がついてくるのはいいと思うんですけど、ごちゃごちゃしてくるのがあんまり好きじゃないのかもしれないですけどもね。そういったことで皆さんからアンケートいただきましたということなんで、あの今後ね実は街角インタビューみたいなのもしていこうと思ってるんですよ。でそこでね街角インタビューしてもらって、僕がこの VTR を見ていくみたいなスタイルもやろうと思ってますので、もしそういうの参加してみたいという方がいらっしゃいましたらですね、まあ、おそらく日当でいうと1万から2万は出せると思いますので、ぜひ、まあ、関東でも関西でもどこでもいいです。データでやり取りするだけなんで、まあ、そういうの参加してみたいよという方がいらっしゃったら、俺ナンパ得意やっていう人に来てください。あの僕人見知りで喋りかけないんですって言うたら、何のために募集してってなるから、僕健康誰でも喋りかけますよ、特に女子なんかバンバン言いますよっていう人がいてはったら、僕のインスタの DM とか、あとメールアドレスとかにメールしてきてもらって、土曜日だけとか日曜日だけでね、ちょっと副業としてやってもらいたいなと思ってますので、僕のインタビュー係としてスタッフとして来てもらえたらね嬉しいかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、女子受けが悪いアイテムをずらっと紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。